皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、新春の特別企画ということで、ゲストをお迎えしております。なんと19歳現役大学生です。で、私がですね、今還暦60歳なんで、年の差が40歳で、今日はですね、共通の趣味というか同じ CRG に乗っているので、そのことで対談をしたいと思います。40歳差の対談って一体どうなるのか、私も非常にワクワクしてますので、よろしければ最後までご覧ください。よろしくお願いします。こんな感じ、はい、じゃあちょっとインタビューさせてもらいますね、はい、最近の人って、はい、あんまり車に興味ない人多いじゃないですか、はい、車は好きなんですか？車も大好きです、ね、あ、大好き。小さい頃から、いわゆる絶滅危惧種やね。今はもうそうなりますね。そうだよね、はい、その車好きのボンケイさんが、はいはい、言い忘れましたけど、YouTuber です。で、後で URL 概要欄に貼っときますので、またそちらの方もご覧ください。で、ボンケイさんがまず、はい、これ最初の車ですよね、 CRG って。最初の車で CRG を最初に選ぼうと思った理由は何かあるんですか？理由はまずとにかく価格が安いと、まあ、マニュアル車がある、うん、で、まあ、あんまり人と被らないもの、うん、86とか BRZ だとやっぱ乗ってる方が多いんで、うん、まあ、そういうとこですかね、はいはい、あ、なるほど。価格が安いと、はい、それとミッション車であるんと、はい、あんまり被らないっていうことで。そうですね、はい、僕いつも YouTube に一緒に出てるキテガレージさん、はい、もう86も持ってるんですけど、やっぱり古い車って維持が大変なんですよね、はい、うん、僕もこれ乗ってみて、もう全然基本的に壊れないじゃないですか、はい、まだ8ヶ月ぐらいしか乗ってないんですけど、だからその値段的にも安いし、はい、スタイリッシュだし、はい、もう最初の車にしてはものすごいいいですよね。いいですね、はい、ですね。で、それで乗ってみて、はい、まずはいい点からお聞きしましょうかね。いい点、まず楽しい、乗ってて楽しいし、うん、レギュラーなんで経済的にも高くて、ああ、ハイブリッドなんで燃費もいい。ああ、まあ、走りも、まあ、燃費がいいですけど、そこそこ楽しく攻めてっていうか、まあ、気持ちよく走ったいことができるんで、まあ、とりあえず。ああ、今ね、燃費ってどのぐらいいきます？今はその市内からこっちに来た時の燃費は21ぐらい。あ、すごいですね。で、7000キロ走ってる燃費も今かかってるんですけど、これは 17.6 です。あ、それはすごい。そうです、すごいな。僕がね、はい、初めて乗った時に、はい、動画に上げてるんですけど、はい、その時の燃費が 14.6 ぐらいなんですよ、はい、で、微妙やなっていう言い方したんですよで、3ヶ月経ってそれも動画に上げてるんですけど、その時が16ぐらいなんですよ。で、最近はね、はい、燃費運転がちょっと上手くなって、はい、18ぐらい走るようになって。だからその7000走ってとか、はい、こう今の20キロとか、はい、すごい上手ですね。ゆっくりアクセル入れてみたいなすごく気を使って、はい、だから、はい、多分 CRG あるあると思うんですけど、はい、スポーツカーなのに、はい、いざ乗ってみると普段燃費を気にしだすんですよね。だから僕なんかも全然燃費なんか気にせずに走ってたのに、はい、意外とこう伸びてくるとそれが楽しくって。まあまあ、こういうね、峠に来ればそれなりに走れるんで楽しいんですけど、はい、普段は燃費運転っていうのが結構楽しいですよね。そう、楽しいですね。スタイリングはどうですか？スタイリングはやっぱり他の車と違ってもクーペスタイルで、うん、ツードアで、他に類を見られるほどかっこいいと思います。ああ、そうですよね、はい、かっこいいですよね、はい、なかなかこのスタイル見ないですもんね。見ない。過去にはちょっとこうホンダにもあったりしたんですけどね、はい、今本当にリーズナブルになって、はい、新車で買うより、はい、今買う方がずっとお得なんじゃないかなと。中古車で輝いてます、CRG は。台数も出てないしね。そうなん、そういう意味ではものすごいいいですよね、はい、そんなに古めかしくもないし、10年以上前の車なんで。そうですよね。じゃあ今度逆に、デメリットっていうか、はい、ここはちょっといただけないなっていうのあります？いただけないのは、これあんまりないですけど、ドアノブが壊れるんですよね、CRG は。あ、らしいですね。
まあ、僕の車の助手席のドアが、まあ、怪しいくらいたまに開かない時があったりするんで。いや以前ね、はい、私もこれいろんなあのリクエストにお答えして、はい、いろんなことやってるんですけど、はい、一回そのドアノブをね、はい、修理する方法をやってくださいっていうリクエストあったんですよ、はい、で実はちょっとお断りしたっていうのが、はい、壊れてないんで、あー、そうですね、うん、壊れてないから開けてみてもどこが壊れるかわからないんで、はい、それで一回お断りはしたんやけど、はい、あ、やっぱりじゃあ壊れるんですね。壊れます。へえ、助手席のドア開けてもらったらと。どんな感じなんですか？開かなくなる。今開くんですけど、うん、もう完全に引っかかりがなくなって、もうペラペラペラという感じに。中の引っかかりが外れちゃってるような形で、それがこう、だから今はできるんですよね。なんか樹脂パーツ、こんなちっちゃい樹脂パーツがあるんですけど、それが熱とかで変形して、夏とかは特にもう開かなくなるんで、その滑って。あ、そうなんだ。ということは、もう単純にそのパーツを変えなきゃダメなんですね。あ、そうです。で、工事も、なんか2万とか3万とか聞くんで、もうちょっと、って感じで。大変ですね。大変。じゃあ、一言みたいに言ってるけど、あの、多分、はい、内装を剥がすまでは簡単なんですよ、はい。で、そこにドアノブが見えるところにあれば、はい、多分そんな難しい作業じゃないかなっていうのは、僕、内装2回ぐらい外してますんで、はいはいはい、ドアミラーも外したりしてるんで。はい、ちょっとそれ考えとか、自分に起こることだということで考えとかんときはですね、あの、すごいいい情報いただきました。必ず壊れます。あ、だから、どこが壊れるのかわからないんで、分解しなかったんですよ。はいはい、うん、なるほどね。その、ということは、それいつまでパーツが出るかっていう問題が。そうですね。まだ出ると思うんですけど、はい、多分よ、安いですね。工賃の方が高い。はい、そう、予備で買っててもいいんだな、そういう。そうですね。わかりました。そしたら、はい、今まあほぼノーマルの状態じゃないですか、はい、どっか手を入れたいとかそういうところってあります？は、今のところ考えているのは車高調は入れたいと思ってるんですね。車高調とマフラーと、まあ、ちょっとワイトレ的なものを入れて面出したいなとは思ってます。実は私もワイドトレッド、はい、あのスペーサー買いました、はい、まだつけてないんですよ、はい、で1回ねつけようとして失敗した動画も上げてますんで、はい、また近々、はい、それもね一番安いやつ買ったんです。一番安いやつでこれつけてどうなんだろうなっていうのがあって、それもまた近々上げようと思ってるんですけど、はい、またぜひ参考に、はい、楽しみにしていただいて、最後になんか、言い残したいことってありますか？言い残したいこと、はい、そうですね、とりあえずもしかしたら CRG はすぐ乗り換えるかもしれないんですけど、ほうほう、とりあえずそれまで見守ってくれたらなとは。あ、そう、はい、あ、じゃあ、CRG から乗り換えるとして、はい、どういうやつをなんかイメージ的には具体的にあるんですか？こんな車がいいと。あります。今乗りたいって思ってるのは GR86、 あ、86、はい、か、アウディの TT。 あ、 TT 一つ前のやつです。あの、はい、アウディの TT の一つ前っていうことは、はい、タイミングベルトがチェーンに変わったやつですね。そうですね、はいはいはい、あ、かっこいいですからね。かっこいいです。同じような、同じって言うたらアウディ乗ってる人は怒るかもしれないですけど、クーペなんで、クーペタイプでね。そうな、CRG 買ってからクーペの車が乗りたい。ああ、なるほど、はい、分かりました、はい、今日はあの、おじさんの対話にお付き合いいただきまして、はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、今日は現役の大学生をお迎えして CRG 対談をお送りしました。またよろしければですね、チャンネル登録してご覧いただけると思います。今日は最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか？非常に車に詳しい高青年でした。今日はリハなし、打ち合わせなしの一発撮りです。つくづく近頃の若い者は大したもんだと思いました。今日はどうもありがとうございました。